ものづくりベンチャーズ主催のバーチャルデモで第2回プロ o p t e c というタイトルで今回始めさせていただきたいと思います。えー、と改めまして、えー、と私、ものづくりベンチャーズの代表取締役で、えー、投資責任者をしております関と申します。皆様よろしくお願いいたします。で本日はですね、えー、とまず私の方から米国での、まあ、主にプロップテック関連の 状況をお話しさせていただきましてその後今回4社バーチャルデモデーのデモデーという形で3分から4分ほどのピッチを流させていただきます。で最後にですね各社について皆様からのご質問をお受けするという形になっております。今回 4社につきましてはビデオで参加ということでこちらは夜10時ですのでスタートアップの方々は今回は参加されておりませんで私ともう一人ベンチャーパートナーの山敷と2人で基本的にはご質問を受けして可能なものについては回答させていただきますまたこの場では回答できないような内容の場合には えと後日、持ち帰りまして、えー、とフォローアップさせていただきたいというふうに考えておりますので、えーまあ、いろんな内容でのご質問、えーとまあ、投資したいとかですね、えー、とパイロットで使ってみたい自主実験使ってみたい、まあ、そういったような内容から、えーとまあ、米国での、えー、この分野の様子はどうなのかというようなところまで、えー、とお気軽にご質問いただけたらと思います。それではではすねまず、えー、と私の方から 米国市場のととといいいいうところでお話しさせてたただきたいと思いますでまず、えー、と皆様にはですね、まあ、今回、えー、プロップテックのお話をさせていただく前に、まあ、アメリカの今の状況、まあ、私ニューヨークに住んでおりますけれども、まあ、ニューヨークどんな状況になっているのかというところをまず簡単にちょっとご説明したいというふうに思いますでこれは実はえっ、ー、と2週間ぐらい前 まあ新しいバイデン大統領がえと記者会見をしたという内容なんですけれどもえとアメリカ7月4日が独立記念日ということでまあこの前後にえ大体こう皆さん旅行されたりするんですけれどもまあ今回えまあ7月4日までにこうワクチンをこう主な方々にえ打ってでまあ自由にえ旅行できるまあそういうようなことを目指しているというようなことをえとアメリカでは今言われております。 で実際、ワクチンの接種状況ですけれども、まあ、こちら今、えーと、昨日までのデータを、えー、とイスラエル、イギリス、アメリカ、ドイツ、そして、えー、と日本という形で、えー、とプロットしたものが、えー、とこちらになりますで。見ていただきますと、まあ、イスラエルが非常に速いペースでやっているんですけれども、まあ、イギリスとアメリカ、この2社。 あ2国はですね、まあ、かなりのスピードで、えー、とワクチンを打っているというような状況になっておりまして、まあ、バイデン大統領、まあ、4月19日までに、えー、とアメリカのすべての州で、す、え、べ、ー、ての成人がワクチンを接種できるようにするというようなことを、えー、宣言しています。すでに、えー、と1週間ぐらい前ですけれども、まあ、65歳以上のまあ55%ワクチンの接種済みということで、まあ、かなりワクチン えっと進んできているというのが今のアメリカの状況になっております。で私がいるニューヨークでもですね。まあ一月二月ぐらいはそれほどでもなかったんですけれども。まあ三月になって。まあ多くの市民が。まあいわゆるコロナ後というような生活を意識するような。まあいろんなことが起きていると。例えばニューヨーク市の例ですと三月五日に。まあ映画館やカジノ、まあこういったものが。えっ、ー、とほぼ一年ぶりに営業を再開すると。 いう,ようなことがありました3月19日にはレストランの入場制限で今キャパシティーの25%というような非常に厳しい制限があったんですけれども、えー、とちょうど3週間ぐらい前から50%に緩和されてかなりレストランにも入ってこれると。でワクチンの接種に関しましてももともとは65歳以上という形でずっと推移していたんですけれども3月23日に50歳以上。 でその翌週には30歳以上そしてっ、えー、と一昨日からはとうとう16歳以上の方であればワクチンの予約をして接種を受けられるというような状況になっています。でまあワクチンがこう広がっている中で、えー、と実は少しずつ感染者も増えてると、まあ、気が緩んで感染者も増えてるんですけれども、えーとまあ、ワクチンがどんどん打たれてるということもありまして、まあ、かなり、えー、とビジネス これからこうオープニングしていくんじゃないかというような期待が高まっています。えー、こちらの右の図はですね、えー、これはあの、まあ、こ飛行場ですね、えー、と空港での,、まあその,トランあの乗客数というのをカウントしたものなんですけれども、えー、とまあ2020年3月1年ほど前に、えー、と激減してから、えー、とずっとだいたい普段の3分の1ぐらいの数字で推移していたんですけれども。 まあこの1か月で一気に上昇,上昇してまして、まあ、2年ぐらい前のまあ3分の2ぐらいまで、えー、と飛行機に乗ってる方もこう盛り返してきてるというのがまあアメリカのまあ国内線の状況というようなことになってます。で、まあ、経済がこうかなり復活してきてですねレストランに行くとかこういろんな活動がかなりあの戻ってきてはいるんですけれども、まあ、その中でえー、っと 昔に戻っていないこれからもちょっと戻らなそうだなというまあ、えー、といくつかのうち大きなものというのが実は、えー、とリモートワークワークフロムホームというところだというふうに、まあ、アメリカでは考えられておりますで、まあ、このリモートワークの定着というのはですねもうすでに2020年の後半の時点で、えー、とかなり 多くの方に知られているというふうに思いますけれども、まあ、実際人口のこう移動ということも活発に起きております。えー、とこの左の図はこれ、フォーチュンのえと雑誌から拾ったもので、えー、と今から半年弱くらいのものですけれども、まあ、この時点ですでに例えばサンフランシスコというのはもうえーと家賃も11%下落、えー、ボストン、ニューヨークも下落と。一方で 例えばニューヨークの近郊にあるニューアークこちらなんかでは家賃が結構上がってきて人も流入しているとでこの左側の図でいうとオレンジのところというのは人が流入してきているというところなんですけど大体近くの都市から50キロから150キロぐらい離れたそういった地域で人がどんどん増えてきてその結果として家賃も上がっているというような現象が見られています。 でまあ、最新の状況というのを調べましたのが、まあ、右側のものですけれどもサンフランシスコ、えー、と昨年の、えー、と後半からさらに家賃下落してまして、えーとまあ、約25%下落とニューヨークについても12%、まあ、ボストンも16%ということで、まあ、いわゆる大都市で特にまあスタートアップのこうメジャーの都市、えー、3つ。 全て家賃も大きく下落していてい、まあ、人もかなり減っていいいるるとととううことが伺えるかというふうに思います一方で先ほど言ったようにニューワークそれからこうリッチモンのこれはあのワシントン DC の近くですけれども、まあ、そういうところであったりベーカーズフィールドこれはロサンゼルスの近くですけれども、まあ、こういったところは人が流入して値段が上がっているというようなことがあるかというふうに思います。 で近郊にまあ人が移住するということで実は一戸建てというのの需要も非常に上がっていますあのまあ私も聞いた話ですけど例えば日本でもまあ別荘地のえっと物件がまあ売れるみたいなことが昨年起きてたというふうに聞いておりますけれどもアメリカはかなりえっと激しく起きております、えー、っとこちらにある図はですねえー、っと2019年の1月から えと今年の3月までですので、えー、と2年強のえっ、ー、のいわゆる木材ですね、えー、との価格というのをプロットしたものになります。で、えー、とパンデミックあのコロナが起きるまでっていうのは、まあ、大体こう横ばいな数字になって、まあ、多少の季節変動はあるにしても横ばいできていたんですけれども。 1>, えと1個目の大きなピークこれが、えー、と8月9月くらいに来ていますそして年末にかけてもう一回どんどん上がっていくということで、えー、これはあの夏の時点ではですねリモートワークが定着して、えー、と街中に住んでる人たちが郊外に移っていくというところで一戸、えー、建てが売れ始めてでそれに合わせて、えーまあ、木材が足りなくなるということで、えー、こういった形の えと物価が大きく動いたんですけれども、えー、と一旦落ち着いた後もまたどんどんこう上がっているということで、えー、とこのリ,リモートワークワークフロムホームというところの,あの定着がまあトリガーになって、えー、と都市部から郊外に人の流出が起きているということがまあこういったえと数字からもまあ見て取れるというような状況になっております。 でもっと大きく影響を受けているのは、えー、と賃貸オフィスです、えー、こちらのグラフはです、ね、ニューヨークマンハッタンのオフィスの、まあえー、と空室率推移なんですけれども、まあ、この空室率です、ね、の上に高くなってくると,、えー、と空室であるということなんですが、まあ、ピークは、えー、と2003年の、えー、と第4四半期これは、えー、とニューヨークの えと航空機の、えー、とテロですね、えー、とテロのあと急速にニューヨークの、まあえー、と経済悪化していってです、ね、どん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 、えーえー、とオフィスが空いていったというところで、まあ、13.7%まで上がったと、えー、その後はですは、ね、リーマンショックということで2009年の、えー、と第4四半期は12.7%まで空室率が上がったとでその後もいくつかあるんですけれども今回の えっとコロナによる、えー、っと空室率っていうのは、こうちょっと天井,らず天井見えないような状況,の状況になっ,ておりなっておりまして、えー、昨年末の Q4 という段階では、とうとう15%超えて15.1% 15.、えー、平方メートルに換算すると、まあ、640万平方メートルの、まあ、オフィス、スペースが今、ニューヨークでは空いているというような状況になって で実はサンフランスコも結構、えー、と厳しくて、えー、と近畿2月の、えー、と出たデータですけれどもこちらによるとオフィスの空室率はサンフランスコ市内で約17%、えー、と平,方平米数にすると130万平米ということで、まあ、こういったそのオフィス地域でのオフィスの空室率っていうのは、まあ、かなり、えー、とこう下がらないというような状況が続いているというふうにえっ、ー、と。 見て取れるかといいう,うに思いま,すでまあこういったその、えー、コロナの影響によって先ほどあのオフィスに行かないとかですねそれからこう旅行に行かないみたいな、まあ、そういうような動きが起きてきて、まあ、かなり、えー、と深刻な状況になっているというふうにまあ考えられがちで実際にあの空室率なんかはそうなんですけれどもじゃあスタートアップはどうかというと実は 例えば AirB&B であったり WeWork というところは、えー、と実は非常に大きなダメージを受けたっ、えー、とに盛り返してまして、えー、AirB&B については昨年の12月に上場していますまた WeWork についても、まあ、WeWork ニューヨーク発祥で、えー、と上場準備をしてた最盛期の2019年にはニューヨーク市内だけでも100カ所以上コアキングスペースがあるというようなすごい繁盛ぶりだったんですけれども。 パンデミック後、えー、と今年の1月に、えー、とちょっとカウントしてみたところ、えー、と50数箇所まで、えー、と減らしていて、まあ、それぞれの場所でも、えー、と結構あのいっぱいになってないというような状況だというふうに聞いていたんですけれども、まあ、一方で、今年の、えー、と初頭に、えー、WeWork の CEO からですね、まあ中国な、中国なんかではもう、えー、と最盛期の90%ぐらいまで 売上が回復していて全体として見てもまあ今年中に黒字化できるというようなことを発表していましたで、つい最近3月26日にまあスパックを通じた上場が発表されたということでまあ、ウイワークあの再生期に比べると小さいですけれどもそれでも、えー、と今回の、えー、と合併プラス上場というところで企業価値が90億ドル約1兆円という形での上場を 今回果たす予定になっているということで、まあ、こういったあのそれこそコロナでもしかしたらなくなっちゃうかもしれないというふうに思われているな会社も、えー、とすぐにこう立て直しをしてですね、えー、と上場なりというところにこぎづけているというような状況も、まあ、ある意味、アメリカで起きている状況かというふうに思います。でもう一個、まあ、プロプテックというか、そのプロパティあの実際の、えー、とリアル というのを考える中で、まあ、特にニューヨークで多いのが、ねえー、小売業ですね、リテールと。でリテール業もコロナの中で、まあ、非常に多く、えー、と先行きがいかなくなってです、ねまあえー、とこれはつい最近の数字ですけれども、えー、とまあこう約30のこう大手リテールが、えー、とまあ倒産。まあ えっと完全に廃業してしまうというよりは、まあ、い,い一旦たんチャプター11を申請するというようなところだと思いますけれども、まあ、これだけ多くの会社が、えー、っと会社を立て直すために、えーっと、ある意味倒産というような措置をせざるを得なかったというような状況になっています。ただ一方で、こう例えばこれは Amazon 傘下の。 ーールフーズマーケットの店,店内の写真ですけれども、まあ、こういったその実際に店舗に行かなくてもこう配達するような、えー、とこちらでいうとアマゾンプライムナウというようなものですけれども例えばそういったようなもののニーズが非常に高まってき、えー、ていてですね、えー、と去年の秋ぐらいから、えー、といわゆるダークストアといいまして、えー、と店舗にはお客さんは入れません。 実際に配達する人のみが入れるんですけれども、その配達人が入る専用の店舗を作りまして、まあ、こういった形で、えー、っとお客さんの注文に合わせて、いわゆるこういうショッパーの人たちが実際に代わりに買い物をして、でえー、っと家に届けるというようなことをする、まあ、専用の店舗というのが、えー、っといくつか登場しています。ニューヨーヨククににもブロックリンに えっと、ホールフーズマーケットという形で、えー、外から見るとホールフーズなんですけれども、えー、一般のお客さんは入って買うことはできないというような店舗ができていますアマゾンさんのケースでそれ,それ以外にもアマゾンフレッシュというのも、えー、展開してましてこちらはまあ配達人ももちろん入るんですけれども一般人の方も買い物ができるという、えー、店舗で,でこの店舗の中ではですね 右側の写真にあるようなカートに買い物を入れるとですねその場でどんどんこう今入れたものはいくらですということがカートに表示されるとでこれを持ったまま最後にキャッシャーのところに行ってもうここに表示されている額を払うとおしまいということで出られるというようなそういった展開もしてまして、まあ、リテールというところでどうしてもこういうハードウェアの えとデバイスとか、えーと、新しいデジタル、えー、とツールというのが、えー、と使われているわけですけれども、まあ、こういった形で、えー、コロナ、パンデミックの中でも、えー、どん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 新しい、えー、ソリューションが出てきているというのが、まあ、一方でアメリカの状況になっているという状況になっております。で、最後にですね、えーとまあ、アメリカの市場の近況ですけれども、 まあこちら1月の時にはえ昨年の12月までのえ数字を紹介させていただいたんですけれども、まあ、その後もえと数字を取っておりまして、えー、と今4月ですので3月末までのえ数字をえとまとめておりますで、まあ、アメリカの中ベンチャー投資は非常に活況になっておりまして昨年の12月がまあえと過去 最高レベルのベンチャー投資という状況だったんですけれどもその後一123月ということで3月また非常に大きなお金が動いているということでアメリカ国内では非常にベンチャー投資も引き続き盛んであるとでこちらのグラフで言いますと黄色の部分がいわゆるシリーズ A の会社で水色のところはシリーズ B 以降ですけれどもやっぱりかなりレートステージのところで大きなお金が流れていると。 ただお金が流れているだけではなくて、この折れ線グラフを見ていただくとわかりますけれども、件数そのものも増えているということで、金額それから件数それぞれ増えているというのが今のアメリカの V.C. 投資の状況になっております。ただまあ一方で我々が主に投資しておりますシードシードシ,シードからプリシードの非常に若い時期の資金調達というのはですね。 実は右肩下がりになっておりまして12月もかなり厳しかったんですけれども123と件数はあんまり増えてないというような状況になっております。でまあこれ逆に言いますと、まあ、こういった部分長引く、えー、とこうコロナのロックダウンそれからこうなかなか出られないという中で、まあ、VC 投資をする中でやはりそのその会社の、まあ、創業者にあってその人の ま考え方であったりその人となりというところで投資することが特にプリシードなんかでは多いんですけれども、まあ、そういったことができないという中で、えー、少し先細りになってきているというのが、まあ、この超アーリーステージの、えー、と実情ととといいうことが言えるかと思います実際我々自身が投資活動をしている中でも、えー、非常にアーリーステージの方々は資金調達に苦労されているという、えー、と印象を受けておりますけれども。 逆に言いますと、その分、我々に対して資金調達の希望を伝えてくるような、そういうスタートアップが増えているということでもございますので、このあたりは我々としては引き続きチャンスがあるというふうに考えて、米国での投資活動は引き続き続けていくというような状況になっております。で、まあ、我々自身ですね、2月に2号ファンドも立ち上げまして、引き続き日本とアメリカで、 都市活動を続けていくんですけれども、えーとまあ、我々、えー、と日本それからアメリカそれぞれ、えー、とアドバイザーという方々が、えー、といらっしゃいますで、まあ、私が、えー、と活動しているアメリカですと、まあ、こちらの下にあるような、えー、方々ですね、えー、こういった方々、まあ、私,私が実際の仕事であったり学校であったりというところで実際にお世話になった方々が中心なんですけれども、まあ、こういった方々から、えー、と新しい スタートアップのご紹介、それから投資戦略、それから投資家の方々のご紹介みたいなものを受けつ、あの持ちつ持たれつというところで、投資活動、米国でも引き続きやっていっているというような状況になっております。えー、と少し長くなりましたけれども、えー、と前段として現在のアメリカの 状況それからアメリカの、えーとまあ、ベンチャー投資の外境というところを、えー、お話しさせていただきました。まあ、ああいったその外況を、えー、と知っていただいた上で、えー、とこれからご紹介する、えー、といくつかの会社が、まあ、どうしてこんなことをしているのかということの、まあ、参考にしていただけたらというふうに思って、えー、とご説明したというような状況になっております。えー、と引き続きましてプロパティテック今回の、えー、とテーマになりますけれども。 まあこれは日本語ですと例えば不動産テックと言われるようなところがありましてまああの、えーまあ、一般的なこう例えばビルとかその家とか、まあ、そういったその、えー、と不動産に関連するところのテクノロジーということでえー、っとまあハードウェアそれからものがあるところそれから全くない、えー、例えばソフトウェアだけのものとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、我々ものづくりベンチャーズはまあハードウェアに まあ特化した VC ですので、まあ、こういったプロパティテックリアルエステートテックの中でもハードウェアが絡んだところというところのえと状況それからえそういった会社の中でも特にまだまだえーとアーリーでえーと日本ではあまり知られてないような会社というのをご紹介するということでえと後半えとさせていただきたいと思いますで、まあ、私がえとおりますニューヨークでですね えっとまあ、最近アナウンスがありましたのがいわゆるスマートロックをやっている会社が、まあ、スパック経由なんですけど、まあ、上場するというような、えー、っとニュースがございました、えー、会社の名前はラッチという名前で、えー、こちらのこの写真の真ん中にあるようにですね、えー、っとまあスマートロックで、えー、2014年にえっとスタートした会社ですで、まあ、主に主にというかもうほとんど スマートロック1本だったんですけれどもまあ彼ら自身はここ数年は、えー、とハードウェアの,そのスマートロックというところというよりはスマートロックをキーにしたさまざまなソリューションをまあ提供するまあ言い,言い方を変えるとエンタープライズ向けのサースのサービスを提供する。 ただしハードウェアもやっているというようなそんな感じの会社にこう変貌して、えー、といました。で、えー、と彼ら自身はラッチ o s という考え方を、えー、と提唱してましていわゆるそのスマートロックを使ったスマートアクセスだけではなくて例えばあのデリバリーをする人にワンタイムの、えー、とパスワードを渡すとか、えー、とゲストに渡すというようなところだけではなくてですね えとビル全体の、えー、と鍵を管理するというような感じでですね、いわゆる管理人さんの役割のところに、えー、エンタープライズのソフトウェアを用意して、そちらで、えー、例えばビル全体の鍵をこう一元管理するとで。それだけではなくて、部屋の中にある他のスマートホーム系の機器ですね、例えばエアコンの操作であったり、まあ、そういったようなものも。 えっと、つなぎ込みの API を用意して、えーと、その同じラ a t c h o s の、えー、とダッシュボードの方から、えー、例えば500、全部で500部屋ある、えー、マンションなんかの各部屋の状況を、例えばスマートロックだけでなくて、部屋の、えー、と温度であったり、湿度であったり、まあ、そういったようなものをまあ管理する。それから、えっ、ー、と、 例えば共有スペースの利用ということで例えばランドリールームがあってそこに入れる人をあらかじめこうアクセスコントロールするとかそういったさまざまなビル管理の中で必要な機能というのを提供するということで会社が成長してきたというような状況になっておりまして昨年の売上上い大体170億円ということで。 まあすごいあのアメリカの上場する企業の中でいうとすごい大きいというわけではないんですけれども、まあ、1年で前年比50%ぐらいの売上も伸びてきているということで、えー、と今年の、えー、と第3四半期に上場するというのがまあ発表されました、えー、と上場時のまあ企業価値が15.6億ドル、まあ、1700億円ということで、まあ、事前にユニコーン化していたんですけれどもそのまま上場するというようなことが一つあります、まあ、こういった 78年前に流行ったスマートホームスマートロック多くの会社は買収されたりな、まあ、くなったりしたんですけれども、まあ、こういった上場までいった会社というのが出ているというような状況になってきております、まあ、この、えー、とラッチだけじゃなくて先ほど WeWork ーーもスパック上場ということで、まあ、スパック上場の話をまあし始めるとまたきりがないんですけれども、まあ、今年もスパックを通じて まあ大きなかなり多くの会社が、えー、と上場していくというところあるんですけれども、まあ、その中でリストを見ていくと,、えー、と結構ハードウェア企業もちょこちょこ入ってきているということが、まあ、見て取れるので,です、ねまあ、今までは、えー、と上場しようと思うと非常に大きな、えー、と時価総額にならないとできないしないというような状況もありましたけれども、まあ、こういった方法ができたことによって、まあ、ハードウェア系の スタートアップもまあエグジットの道が少し近くなったということで、まあ、我々ハードウェアの投資をしているあの立場からすると,、えー、とまあこういった新しい方法ができたというのは、まあ、活性化にはつながっているんじゃないかなというふうな形で見ております。えー、とそれではですね、えー、と引き続きましてデモデアの方にまあ移っていきたいというふうに思います。 今回4社ご紹介するんですけれども1一社1一社簡単にどんな会社かまずご説明してそれからビデオを見ていただきたいというふうに思います1社目はとセンビアントという会社でニュージャージーと書いてありますけどニューヨークからハドソンリバーを渡った向こう側にある会社ということになります 我々自身はこちらに35万ドル投資しているというような会社になっておりましてこの会社詳しくはビデオを見ていただきたいんですけれどもオフィスの利用効率それからそれから共有リソースの利用効率を測るというソリューションをしております彼ら自身はですね天井それから壁に専用のセンサーをつけて主に光学センサーで人の数を カウントするとそれによって例えば今会議室に何人いる、えー、とそれから例えば共有スペースのパソコンの、えー、と何台が使われているというようなことをリアルタイムにカウントできるというようなソリューションを持ってらっしゃる会社になります、えー、と2社目が、えー、RISE という会社でこちらはカナダの トトロンににある会社になりますこちら写真にあるようにですねこの真ん中の X と書いてあるやつ、えー、とこれが、えー、と彼らのデバイスになってまして、えー、とこれ、えー、とブラインドの、えー、と開け閉めするのがこの、えー、とこの器具の脇についているあの紐というか、えー、とチェーンなんですけれどもこのチェーンにくっつけることによって、えー、と電動で、えー、とブラインド 開け閉めするということとができるというソリューションになっています、えー、とまあこれだけですとまあスマートホームのデバイスですけれども現在まあカナダ政府それからえとオンタリオ州の政府などの支援を受けてビル全体の空調管理を効率化するという中でえとビルの中にあるまあシェードですねこういうえとブラインドをえとビルのセントラル空調管理のシステムで制御すると。 いうようなことをして、えー、とまあエナジー整備もするというような、まあ、そういった今実証実験をしているというような会社になっております。えー、彼ら自身はまあシリーズへ相当の、えー、と今15ミリオンを調達してるんですけれども、えー、とこれは実はそのプライベートな VC 投資ではなくて、えー、といわゆる公募的な形で今サイトにウェブサイトに行きますと一般の人にも投資できるというようなスキームを使っている会社になっております。 3社目がプリステームというニューヨークの会社になります。こちら今、150万ドルの調達をしていて、ちょうど先ほど聞きましたところ、ほぼ1ミリオン強埋まっていて、最後の部分のデューデリーをしているということですね、このラウンド、ほぼクローズするというような状況になっております。我々自身も投資先として投資している会社になります。 彼らのソリューションは、えー、とこちらのこの写真にあるように、えー、とシ,ャツだシャツ、パンツですとこう1、2枚入るんですけれどもこれを入れて、えー、と蓋を、蓋というかチャックを閉めて、えーとまあ、専用の溶剤を使った蒸気による、えー、とクリーニングということができます。大体いい10分ぐらいの稼働時間で中の衣類のえ <laughs> 失礼しますえシワを伸ばしたり、えー、とおいを消したりと。 いうことでまあ、水洗いとかそのドライクリーニングのように汚れを落とすというよりは、まあ普段使いをしているようなものっていうのを、まあ、手軽に、えー、ときれいにすることができるというソリューションになっておりまして、まあ、今ニューヨークそれから東海岸の地域の、まあ、集合住宅に、まあ、いわゆる、まあえー、とコインランドリーじゃないんですけれどもその共有部分において、えー、とこちらで簡単に、えーと ドライクリ,ーニングクリーニング店に持っていかなくても、まあ、それに近いような、えー、と効果が10分ぐらいでできるということで、えー、まあそういったソリューションを提供しています。えー、とこの画面にもですね、えー、と手間あの真ん中辺にタブレットついてますけど、まあ、タブレットで操作するんですがこのタブレットにこう、えー、とアクセスして例えば自分の時間を予約するとか、えー、いうようなことが今できるようになっております。 将来的にはこの中に入っているえと衣類とかをこう写真で撮影しておいてですね、この人の使っているワードローブ、服とかのこう使用頻度であったり、そういったようなこともえと管理していくというようなことを考えているという会社になっております。4社目がえとスマートビーイングという会社になります。こちらはシリコンバレーにある会社になります。 えとこ,ちらのこちらはこの右側にあるこうちょっとこうでかいように見えるんですけど実はこれスマート、えー、とディスプレイっていうその、えー、とアレクサやグーグルホーム、まあ、ネストホームみたいなものと同じぐらいの大きさの、えー、とものでしてただこれはあのホテルなどのホ、まあ、スピタリティ業界向けに特化したソリューションになっておりますで、まあ、彼らの売りとしてはですね えとまあ、ファウンダーの一人の方がオラクル出身ということで、えーとまあ、ホテルで使われている例えば情報システムだったり、まあ、外部の,あの例えばレストランとか、まあ、いろんなシステムというのを、えー、とプラットフォーム上で統合してですね、えー、とこのホテルのお客さんに合わせた形で、えー、とカスタマイズして提供することができるというようなところが、えー、と売りになってまして。えーと 少し前にシンガポールのリッツカールトンで実際実証実験をされたということで現在はまずは高級ホテルをターゲットにこのデバイスというのを今年1000台ほど納入するという計画を立てているというふうに聞いております。以上の4社ですねこれから各社3分から5分ぐらいのビデオでご紹介するというような流れになっております。 少し長くなりましたのでですね、えっ、ー、と、ビデオを、えー、とやる前にですね、もし、えっ、ー、と、質問等があればですね、えっ、ー、と、まあ、1、2分、えっ、ー、と、OK でできますけれども、もしあれば、えっ、ー、と、マイクをオンにして何か、えー、っていただけたらと思います。えー、特になければ、えっ、ー、と、ちょっと今、その間に、えっ、ー、と、ビデオの準備を出しますので、えっ、ー、と、しばらくお待ちいただけたらと思います。

There's generally very little visibility into how people use buildings and what the environmental conditions inside them are actually like. Historically, there has not been a cost effective and scalable way to continuously obtain accurate, real time, and detailed data about occupancy and environmental conditions inside buildings. This data is essential for creating and operating efficient, productive, safe, and comfortable work environments. That are responsive to the needs of occupants and the enterprise as whole. Occupancy data is key to enabling more efficient and strategic use of space. For example, studies conducted by CBRE and JLL have shown that 30 to 40 percent of workspaces in a typical office are underutilized. However, corporate real estate executives rarely have the data to know precisely which buildings and floors in their portfolio are underutilized, let alone which conference rooms. Workstation pods and common areas need to be restructured or removed. Suboptimal use of space costs enterprises tens of billions of dollars every year. Inefficient use of space also has negative knock on effects on employee productivity. Real time information about which rooms are unoccupied at any given time, even if they've been reserved, is generally not available to building occupants. The result is that employees waste precious time searching for spaces to sit down and work or collaborate with others. The losses in productivity are measured in 10, if not hundreds of billions of dollars per year worldwide. Around a third of all energy consumed by HVAC in a commercial building is wasted on heating and cooling spaces that are not occupied. By turning down the fan speeds when there are none or few occupants and increasing them when there are many, a building's HVAC energy envelope can be dynamically optimized based on what is actually needed at any given time. Techniques like these will also need to be used to help achieve the deep cuts to greenhouse gas emissions that are becoming mandated for commercial buildings in cities across the world. COVID 19 is changing the way buildings are designed and operated. Spaces are being restructured to minimize occupant density without sacrificing their utility and attractiveness prioritizing which areas need to be cleaned based on their actual daily usage is of increasing interest to proper property management companies that are helping enterprises implement strategies for a safe return to work environmental conditions such as air quality and relative humidity are also being closely monitored due to their known links to viral transmissivity many businesses are upgrading their hvac systems with high-grade merv filters and air quality monitors that can track the presence and concentration of gases and particulates that correlate with the presence and transmission of viruses. Our solution to these problems is a turnkey sensor platform that provides the needed occupancy and environmental data and that can be easily installed into any building. The platform consists of wireless sensors, cloud algorithms, data visualization tools, and visibility and control oriented APIs. The sensor hardware is modular and supports a range of sensing modalities. These include occupant counts and densities, as well as temperature, humidity, and indoor air quality metrics such as carbon dioxide and fine particulates. A single sensor mounted on the ceiling is able to measure activity and conditions over 2,000 square feet of space. Compared to traditional approaches to occupancy tracking, our system provides a much higher degree of spatial accuracy for all measurements. For example, it's able to identify occupied seats in a conference room, an open office, a cafeteria, or even a lounge with soft seating. Because the sensors are densely deployed above areas where human activity takes place, the air quality measurements are much more representative of what is actually experienced by people in the space as compared to what can be achieved using air quality monitors placed in the ventilation system. Our solution is designed around the all important constraint of preserving the privacy of individuals. The hardware, in fact, is incapable of collecting any personally identifiable information. By virtue of operating on low RF frequencies, the sensors do not interfere with Wi Fi or other wireless systems typically found in a commercial building. And because sensors are fully wireless and are set up automatically, installation cost is a fraction of that of any other system let's take a look at what one global tech company did using our data using our spatial analytics data they were able to identify which spaces would need to be restructured or removed if implemented across the campus this would result in a 14% increase in efficiency of space use or equivalently 14% reduction in real estate expenses furthermore by comparing occupancy data across their space they were able to identify which collaboration room designs are more engaging and useful in order to create a more transparent and seamless workspace experience real-time occupancy data sourced from our sensors was streamed to in-building displays allowing employees and staff to quickly identify currently unoccupied workstations that fit their needs as long as buildings are black boxes money time energy and ghg emissions will continue to be unnecessarily wasted with the sembian platform enterprises can look deep inside their buildings and finally open doors to smarter spaces Buildings and homes account for over three quarters of all electricity use and 40% of energy consumption and associated greenhouse gas emissions in the US. Lighting, heating, and cooling are the top uses of electricity in commercial buildings. Yet half of the energy consumed in buildings are lost through its windows. This is a $35 billion annual problem, contributing to the climate crisis of today. The single most effective solution to this problem is installing automated window shades. Automating your shades can lead up to a 20% reduction in indoor cooling by simply blocking out excessive solar heat gain during hot, sunny weather. And it can also lead to a 24% reduction in lighting use by opening shades to harvest natural daylight. The challenge is, smart and automated shades in the market today can cost thousands of dollars per window, making it inaccessible for most of us. RISE represents a simple yet groundbreaking idea. Let buildings and homeowners Automate the window shades they already own. Instead of throwing out your window shades, Rise allows you to upgrade them. Rather than simply motorize your window shades, Rise intelligently automates them, providing the perfect balance of comfort and energy savings. We're bringing affordable luxury to the masses, and we believe Rise can be on every window. When you think of smart shades, we want you to think of Rise. Now, our company has done extremely well to date. We've already shipped over 25,000 devices. Surpassing 4 million in online sales. And in 2017, our first ever SmartShade device received the Mark of Excellence Award for Motorized Product of the Year at CES. Our products have been featured in many prominent media publications, including TechCrunch, CNET, PCMag, CBS, and Fox News. We're now excited to begin expanding into commercial real estate. To do this, we were awarded a $3.8 million Canadian Cleantech grant to pilot with key commercial partners. Our next generation product. Eureka Hub is a co working space for tech and creative companies with locations in California and Toronto and owned by our investment company, Ergo Properties. We're constantly looking for ways to improve our buildings by morphing them into spaces that our companies truly love to experience. By allowing us to convert our normal window shades into automated ones, we can do just that with Rise. Rise allows us to add value to both our investment properties and to the communities within our buildings. The Annex Hotel is a high tech, low touch boutique hotel. We focus on life versus just sleep. Rides will allow our guests to enjoy a higher quality of life from the moment they wake up to natural sunshine to when they go to sleep in the privacy of darkness. Our guests will be easily able to control the shades from the comfort of their beds through our iPads while watching Netflix. Achieving these milestones would not have been possible without the support. Of some really great angels and VCs who have invested over $3.5 million. And now we're looking to raise our next round of funding, this time from our community and the general public through an equity crowdfunding campaign. We're raising funds from investors just like you to introduce new products and expand our sales efforts to commercial properties and also grow our distribution network to big box retailers. It has never been more obvious that innovation in sustainability and clean technologies will drive the changes the world needs. Together, we can drive that change. Rise together. すみません、えーと、こちらの方ちょっと,、えー、と字幕が、えー、とセーブされてなかったようで、えー、とちょっと自動翻訳の字幕になってしまいました。大変失礼たしししまま続きまして Uh, uh, Hi, my name is Noreen Nakodi, and I'm the CEO of Pristeem. We are building the future of garment cleaning services. When we were growing up, our parents taught us that if you dress your best, then you do your best. When you put on a great smelling, wrinkle free shirt, you instantly feel confident. However, when life becomes busy with work and responsibilities add up, always dressing your best becomes a very time consuming, expensive, and sharp pain point. The $40 billion global laundry and dry cleaning service market promised that it would solve this problem, but it has failed to do so because it's fragmented, inefficient, and toxic to the environment which leaves it expensive, time-consuming and inaccessible for most consumers. At Presteam, we believe everyone should have access to a fast, affordable and convenient garment cleaning service, so we built it. Presteam is a network of self-service kiosks that automatically clean and press your clothes in just 10 minutes. We are not a replacement for laundry and dry cleaning, but instead, a way for people to refresh clothes to rewear in between washes and trips to the dry cleaner. Pristine customers can save up to 80% on dry cleaning and extend a typically laundered garment's lifetime by 3x. However, we're not just a cleaning service. Each time you clean with Pristine, we also capture data on the garments to help you make smarter buying and selling decisions. By knowing what's in someone's closet and how often they are cleaning and wearing them, we can create a unique style profile as well as encourage them to sell no longer worn items and earn money. Within the next five years, we will be the most valuable garment cleaning service. Our kiosks will be available to consumers in residential buildings, hotels, offices, lounges, and more. Eventually, we will be in every home alongside a washer and dryer. The cleaning technology that we are commercializing is like the microwave, but for your clothes. Post-COVID-19, people will be going out more than ever, traveling more than ever, and dressing up more than ever. We are ready to quickly scale pristine so people can look, always look, feel, and do their best anytime, anywhere. Thank you. Hi, smart beings. えっと、ビデオをお送りいたします。 hello everyone my name is himanshu i am the co-founder of bohu ai we are a silicon valley and a singapore based startup focusing on providing contactless voice ai assistant for the hospitality and real estate as most of you know covid has severely impacted the hospitality industry guests are very cautious of touching surfaces uh, the guest calls have also increased, and due to the labor shortages, uh, the staff have, have also decreased. There's also a big trend around low occupancy. Most of the hotels are running on very low occupancy due to COVID, which also means it's less revenue. All hotels globally are trying to adapt to this new norm. But the real challenge is that 99% of the hotels are not equipped for the new norm. Uh, if you see this is a typical picture of any premium hotel and you will see that uh, they have most of these hotels have phones alarm clocks uh, speaker tablets stationary compendium books but none of them are contactless they need regular cleaning of course as you can see in the picture they occupy a lot of space most of them are dumb devices and more importantly with so much of stationery and compendium it's a high carbon footprint Introducing Woohoo X Series. We are a Silicon Valley based company, so it's designed in Silicon Valley, giving you the same luxury feeling that is presented by most of the uh, typical Silicon Valley designs. It's for the first time, we are trying to bring in a contactless and fully integrated all in one assistant. The Woohoo X Series is an all in one device which combines a phone, a speaker, a seven inch touch based tablet, an alarm clock. Phone charger, a voice assistant, and we also provide telehealth services. The Boohoo X series has been built in collaboration and co innovation with JBL by Harman. We have also won several awards, including the best design by German Design. In addition to saving cost for the hotels, what we are also trying to do is. We are trying to figure out how can we increase the revenue. We have currently a waiting list of more than 2,000 rooms, and um, um, we we will be saving close to around 20,000 man hours per month, and uh, we will also be generating two million dollars uh, per month revenue. Thank you, and please feel free to ask any, us any question. Our website is www.heywoohoo.com and we look forward to hearing from you. Thank you. こちらで予定しておりました4社のビデオをお送りいたしましたライズの方ちょっと日本語が一部おかしいところがございましたと大変申し訳ございませんでしたまたプリステムの方はスライドの方を使っていなかったんですけれども彼らから実際のこの内容に合わせたスライドの方は別途もらっておりますのでこちらの各社からの資料 それからこういったビデオのリンク、その他につきましては、えー、とイベント後に、えーと、我々が登録している、あの我々が持っているあのメーリングリストの方でお、えー、送りします。えー、と今回、えーと、メーリングリストの登録なしで、えー、と参加された方、えー、後ほど、えー、とリンク先を送りしあの表示いたしますので、そちらに、えー、と登録していただければ、 資料、それからビデオへのリンク、その他をお送りしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。えー、っと私の、えー、っと講演とこちらの4社のデモということで、えーっと、丸々1時間使わさせていただきました。本日は金曜日のお忙しい時間、お時間いただきまして、ありがとうございます。 こちらでえっと今日は終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。